皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今日はですね8月11日金曜日ということで、まあ祝日で、株自体は休みなんですが、まあ昨日のですねニューヨークダウと、為替の動き、そして PTS と、注目銘柄のですねまだ、IR 紹介しきれてなかったので見ていきたいと思います。で、今日は、まあ、ややね、今のところ、円高に動いてはいますが、まあ、昨日の夜、消費者物価指数かな、アメリカの方が発表されて、そこが押し目になって、そこから一気に買い上げられて、まあ、一番高い、直近のね、こう高値水準、144、145のラインというところまで来て、まあ、今、ややですけど、円高にはなっていますが、ただ数字で見ると、0.3 ぐらいしか落ちてないんですよね。で、0.3 ぐらいの今日、まあ、やや円高で、ただ直近138にタッチ、まあ、ダブルボトムですよね。から考えると、まあ、かなり円安進行してるなというところで、まあ、今日ですね、もうこの時間で、まあ、夜絶対ないってことはないんですけど、まあ、口先介入とかね、まあ、牽制があるのかなっていうところですよね。まあ、実際、このタイミングで為替介入があるかっていうと、微妙なところなんですけど、まあ、このままかなり高い水準でいってですね、週明けに、また牽制的な動きとかね、為替介入に、ちょっとこう、拍車かかるのかなっていうところありますね。で、ユーロの方が高値更新して、さらに円安が、高い水準になっています。で、ユーロの方が、まあ、ややですけど、まあ、下げ幅はでかいと。まあ、0.5 ぐらいですが、まあ、こちらもですね、158の今まで、落ちていた3回ですね、落とされていたラインを突破して高値更新しているので、正直、ちょっとこう、難しいというかね、早い段階で、円高に行かないと、チャート的には高値更新してね、まだまだ行ってしまうような、この後でっかい、上げが来ると一気にね、上に行ってしまうような流れなので、ちょっとね、根強いまた円安が戻ってきたかなっていう感じがしますね。で、昨日の日経平均プラス269。で、ダウですね。まあ、引けにかけてちょっと下げていって、まあ、プラス52ではあるんですが、まあ、長い上髭の陰線ということで、またね、やっぱり 35,500 のラインですかね、がかなりこう重いと意識されるようなチャートと、なりました。で、まあ、マザーズはね、昨日の通りなので、まあ、地合いとしてはこのような感じで、注目銘柄、注目、まあ、IR ね、昨日出ているものを見ていきたいと思います。で、まずはですね、A バランスから見ていきたいと思うんですが、はい。で、A バランス、これ昨日ですけどね、ザラバマイナス 192.1% 下げということで、ちょっとね、チャート的には、まあ、1万2000超えてね、1万3000ですかね、ダブルトップつけてから、まあ、1万横ばいでやや垂れてきたかなっていうところだったんですが、PTS ね、3.18% 上げのプラス279ということで、9000台回復して、引けています。で、A バランスの IR を見ていきたいと思います。はい、A バランスですね。当社子会社とブルーワールドアクションコーポレーションとの基本合意の締結に関するお知らせということで、当社子会社である、ベトナムサージェイセルカンパニーリミットが、アメリカですね、ナスダック市場に上場している特別買収目的会社である、ブルーワールドアクション、と、基本合意をしたことで上場を目指すことを決議したのでお知らせいたしますと。こちらはですね、2022年11月8日にですね、ベトナム、風東省に太陽光パネルの主要部品である、セルの製造目的に設立されている会社ということで、PTS ね、大きく上げています。はい。で、さらに、今のはですね、引け後に出ていたものなんですが、こちらはですね、昨日ザラバ中ですね、お昼に出ていたものは、オフィスコーポレート PPA の推進に関する三井物産プラントシステム株式会社様との、共同事業検討開始のお知らせというものも出ています。まあ、A バランスではないんですけど、自分が見てたその、バイオとかね、の時も、IR 出る時って結構重なるんですよね。一週間に、まあ2回3回、まあ3日おきとか2日おきに出るときって結構あるんで、まあ1回利確して、で、また利確下げでね、上髭陰線で2営業日ぐらい、また元の水準になったところで、拾ってたらまた IR 出てっていうのがね、2、3セット取れたりはするんですけど、
まあ、ただそのままねずるずる地合いが悪かったり利確でチャートが崩れちゃう時もあるので、まあ、非常に難しいところですね。だから長期で考えるか目先 IR 出てすぐ売るかっていうところは一つポイントになるかと思いますが、A バランスですね、2つ IR が出ていたので紹介させていただきました。はい、次はですね、PTS 値上がりランキング1位から見ていきたいと思います。で、ザ・グローバル社ということで、まあ、ザラバプラス9.3% 上げですね。で、ザラバのチャートはまあこういった感じ。まあ、直近一回窓を開けてね、上がり調子というかね、上っているとこだったんですが、さらに、昨日の決算でもう一段上ということになっています。PTS はですね、プラス 29.09% 上げの355となっています。で、早速ですね決算を見ていきたいと思います。はい、で、ザ・グローバル社が、引け後に決算を発表と、23年6月期連結経常利益は前の期 4.0 倍の 15.6 億円に伸びてですね、6月期も前期比 59.7% 増の25億円に拡大する見通しと。で、同時にですね、従来未定としていた、期末一括配当を見送るとし、今期は18円で5期ぶりに復配する方針としたとなっています。まあね、これ見た通り、まあ、高決算ということで、ストップ高で来週を迎えます。で、次はですね、PTS 値下がりランキングから見ていきたいと思うんですけど、はい。で、次はですね、値下がりランキングの方なんですが、JFLA ホールディングスですね。ザラバはプラス2で 0.6% 上げ。で、まあ、直近6ヶ月はね、まあ、350を高値とし、まあ、325付近。まあ、そこまでね、ボラリティがでかいわけではないんですが、やや右肩下がりで、迎えた決算だったんですが、PTS ですね、マイナス78、23.78% 下げということで大きく下げています。で、決算はですね、JFLA ホールディングスが、決算を発表と、売上高は前年同期比、13.8% 減の162億6000万円。売上高はですね、前年同期比 13.8% 減の162億6000万円。営業損益は、前年同期赤字から2900万円の黒字に転換して着地ということで、まあ、ただ減収となったもののですね、営業黒字を確保しているということでありますが、まあ、PTS ね、見てわかる通り、大きく下げていると。で、26年3月末まで、優待を見送りということで、まあ、こちらもですね、まあ、売りの大きな要因につながったのかなと思いますね。はい。で、今回はですね、以上になります。で、最後ちょっとね、ソシオネクスト、まあ、PTS1% 上げでプラス200ということで、まあ、ちょっとね、こう、連日、まあ、この上髭陰線からね、落ちていたソシオネクスト、またですね、来週反発2万に向けてですね、上昇があるのかというところで注目していきたいと思います。で、今回は以上になります。よかったら下の概要欄にですね、自分がやってる Twitter のリンクがあるので、Twitter フォローしていただいて、こちらのチャンネルですね、チャンネル登録して別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。